はい、皆さん、ライチャー、赤井窓下と申します。さあ、次からやっていきましょう。前回は録画ミスを落ち込んで、今から真ん中の部屋に行こうかなと思ってます。ちなみに、前回の動画の5秒後に撮ってます。では、行きましょう。そうだ、お前これを持ってろ。子供に水入り瓶のペンダントを渡した。お守りみたいなもんだと。その辺に拾ったやつをお守りに。行こう。何フラグみたいな感じ。うわ、いい！もう、赤好きだけどさ。だからって言って、ここはやりすぎやろ。助けて。なになになに？あ、ナイトコアはリザベルの星とあまりに弟のことを殺したんだな。そうですね。何を急ぐの？急げ！え？何この BGM？ いい！いい！弟もリザベルもあいつらの子供たちも。全部できんやんけ。しかも、歩かれへん。あ、じゃあ走られへん。え？これは、カット地獄やな。練習しよう。多分ここら辺でなるから。OK、はい。もう同じ鉄は踏まないよ。いけ！嘘！最後わかんな。何かヒントがある？何か突破口はないのか。歩けないしな。なんでや！お、ごめんなさい。まあ、女の子。いや、俺もハーハーですよ。なぜあいつは死んだのはずなのに、なぜ体を持っているんだ。それも人間とは思えない変わり果てた姿で。そう、あれ、ほぼ人間だったような気するけど、ちょっと可愛かったけど。行くぞ。鍵を捨てた。結局、あれはどういう感じだったんや。さて、じゃあ、今回はここまでということで。はい。もし面白かったなと思ったらチャンネル登録とかしていただけると私は喜びます。はい。あと高評価ボタンも押していただければ喜びます。それでは、またお会いしましょう。それでは、ライ、バイチャー。